皆さんごきげんよう。ジェントルフォレストジャズバンドリーダーのジェントル久保田でございます。さあ今日はここどこでしょう。横浜相鉄ムービルに来ておりますよ。なんと来たるべく2月24日、ジェントルフォレストジャズバンドが企画しますスインギン&ストンピンが、なんとこの横浜のサムズアップで行われるんでございますね。今日はですからこのサムズアップがどういうお店なのかなっていうのを皆様に紹介すべくやってまいりました。さあ中を見るその前にですね、スインギン&ストンピン、どんな企画なのかご説明をいたしましょう。スインギン&ストンピンは大人から子供まで年齢制限なく、リーズナブルな価格でビッグバンドが楽しめるというものなんでございますね。それだけじゃありませんよ。まず美味しい料理がある、そして楽しくなってきたら踊れるようなダンススペースがある、そこがポイントなんでございますね。もう皆様が自由にリラックスしてビッグバンドが楽しめる、それがスインギン&ストンピンなんでございます。それでは、サムズアップ中見てみましょう。見てください、この歴代のステッカーがね貼ってあってかっこいいですね。さあ中に入ってまいりましたよ、ね、さあここが見てください、カウンターでございます。こちらでですね受付をするんですが、スインギン&ストンピン、もう一個企画がありまして、開催月のに誕生日の方、これをねビッグバンドで大お祝いしようというねコーナーがありますから、こちらで私今月誕生日ですよ、僕今月誕生日ですよって言っていただければですね、それがバンドに伝わりますので、開催月2月が誕生日の方がおられましたらこちらで言っていただければと思います。さあそして中行ってみましょう、ね、まず入ったらこのかっこいいカウンターですよ。サムズアップはもうね横浜で25年以上営業しておりますからね、年季が入ってますね。でこちらでね注文していただいて、そしてなんといってもねステージですね。さあこれが皆さんサムズアップのステージですね。見てこのここにビッグバンドがどう乗るのかね。そして見てください、お客様かぶりつきでございますね。音を直に浴びれるというですね、非常に最高のロケーションなんでございますね。ここでビッグバンドがドーンと演奏します。そして楽しくなってきたらどうするか、そうダンスですね。ダンスはこちら、この部分をですね椅子と机を全部取って全てダンススペースにします。結構ありますよ。ここから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 ここですね。ここで皆さんダンス踊っていただいてですね楽しんでいただける、そしてなんといってもお腹空いては楽しめませんよね。サムズアップといえばやはりハンバーグね、ここに用意していただきました。さあ見てください、このサムズアップが誇るハンバーガーでございますね。うわ美味しそう。これはねアボカドが入ってますね。これを頬張りながら豪快にビッグバンドを楽しんでいただく、どうですかね。最高でしょ。さあということで2月24日もうすぐでございますよ。ジェントルフォレストジャズバンドが企画するスインギン&ストンピン横浜サムズアップ、残りのお席あとちょっとらしいですね。ぜひ皆様遊びに来ていただければと思います。ということでお待ちしております。